日付は変わってなんで年って取るんだろう。もう背は伸びないくせに着信の音で飛び起きたけど損したな。君かと思ったのに何かの手違いで好きになってくれないかな。どうにも君のいない場所は空気が薄くてさ。くだらない話は思いつくのに君を抱きしめている理由だけが見つからない。ああそうかそうだよな。ハッピーバースデー片思い。好きという名前の痛みになら詳しいかも。君にも教えてあげたいけれど結局教わるのは俺だろう。このまま今日は終わり明日が来ればいつになっても縮まらないこの距離を辻褄もきっと合ってない。物語の続きに独りよがりの毎日にハッピーバースデー君に言ってほしいだけ。